明けましておめでとうございます。ベーシストのケイスケです。はい、新年一発目はうちのガレージの中にあるバイク全部エンジンかけてみようという企画です。バイクが好きじゃない方は全く面白くない企画だと思うんですけど、まあ、久しぶりのバイクもありますので、まあうちにあるバイクの紹介がてらですねエンジンかけていこうと思います。よろしくお願いします。はい、さて1台目はホンダの CS90 1965年のモデルです。行ってみましょう。はい、続いてはですねホンダの CD125 1978年のモデルです、ね、いわゆる交番バイクと言われているおまわりさんが乗ってそうなやつですよね。じゃあ行ってみましょう。続いてのバイクは1973年式のヤマハ YB125E となります。2ストローク。はい、続いてスズキのコレダ50 2ストローク。年式ちょっと分かりません。コレダのスクランブラーをちょっといじったやつかなと思います。2ストローク。ヤマハのこれは YB1 1995年式です。うちのバイクでは比較的新しい方のバイクですね。2ストローク行ってみましょう。続いてスズキのボルティ250です。年式はちょっと不明なんですが、何年式なんだろうね、うん、ちょっとよく分かりませんが、かなり改造してあるうちの奥さんの愛車です。
い、次は1975年製のエンジン、まあ、これディジットを改造海外でしてあるので、もう正直年式は不明なんですけど、 XS650、TX なのかもしれないですね。 XS か TX650 のエンジンを使った僕の、1975年式のチョッパーです。やってみましょう。ということで、はあはあ言ってますけど、7台、今日はまさにお正月に撮ってます。ちょうど今9時46分、朝の9時46分にちょうど撮ってまして、今広島は雪がちょっと降り始めました。そんな感じなんですけど、ぜひ今年もね、元気いっぱい、バイクも調子いいんでね、僕も健康に気をつけながら頑張っていこうと思います。それでは皆様、今年もよろしくお願いします。